トーマス・サムエルボは、フィンランドの男子バレーボール選手。プダス・ヤルビ出身。ポジションは、ウィング・スパイカー。元フィンランド代表。1993年、フィンランドのライシオロイムへ入団。同年10月3日に、リーグ戦デビューを果たす。プロとしてのキャリアは1997年のフランスリーグから始まり、2000年からプレーした、イタリアセリエ A でレギュラーを獲得して、 キャリアを磨き、2002年コッパイタリア優勝、2005年のトゥール VB 在籍時に欧州チャンピオンズリーグで優勝を経験した。北京五輪欧州予選のコッピ同年 V リーグのトヨダ、合成、トレフェルサイ遺籍。日本では愛称であるコッピの登録名でプレーした。ロシアスーパーリーグ、セリエ A を経て、2009年ポーランドリーグへ移籍した。17歳で、 フィンランド代表に選出され、1993年11月17日に行われたクロアチア戦で代表デビューを飾り、通算296試合に出場。20年にわたりフィンランドチームを支えてきたベテラン選手の一人で、1997年から長年ナショナルチームのキャプテンを務めた。ワールドリーグ出場の他、2007年欧州選手権では、 フィンランド初の準決勝進出へ貢献した。また、初のオリンピック出場権獲得を目指して臨んだ2008年北京オリンピック欧州予選にも出場した。現役引退後の2013年3月、フィンランド代表監督に就任。32年ぶりとなる2014年世界選手権出場へ導いた。ありがとうございます。